おはようございます。今から母親を車で職場に送迎してから平井くんと合流です。ちょうどいいあれやな、ほんまやな。地方特有のでっかい看板の線で寂しくなるやつ。キシワダイニングやってすごいな。めちゃめちゃうまいこと言ってるやん。ここあるやん、3年ぐらい前パン使ったファミリーマン。今日は正月もう一回取り戻そう。もう世間一般ではもうあれやもんな、終わったもんな。ツイッターとかで知られてる、多分仕事って打ち込んだら行きたくない、やめたい。見てみよう。仕事行きたくない、死にたい、仕事行きたくない。さっき言って。でもそんな世間の人休んでへんやろ。休んでないやん、休んでない。4日間ぐらいじゃない、5日間ぐらい、多分1週間休んだんじゃん大体の人。あ、ほんまに。でもそんだけ休んだらもう嫌なるよな。嫌やな。ほんまファイトクラブのさ、クレジットカード会社最後爆発するやん。あったな、そんな。そう、あれ起きてほしいもんな。そうやな。ただ保証だけはされたいみたいな。そうやな、あと給料もなぜか振り込まれたい。そう最悪。これ昨日三笘のゴールすごかったで。メッシみたいなゴール決めたね、プレミアで。素人っていうかあんまりほら知らんあれからすると、久保建英がすごいと思ってたけど違うかったよな。いや久保もめちゃくちゃすごいんやろうけど、すごさが全然ちゃうねん。ああそうなんや。久保はあれがすごいね、使って。次のワールドカップ、そうで、なんか中井っていうやつがおんねんけど、うん、それレアルにおんねん、その、うん、レアルの1個下のとこに、スティアの J リーグ来てほしかったほんまに。なんか維持でも来なさそうやけどな。来なさそうやな、うん、280億円ぐらいやろ。マジか。ヴィッセル神戸とかなんか、三木谷マネーで行ってほしかった。三木谷マネーでも1兆ぐらい払ってさ。いや、回収できんじゃない。国民全員1000円出して読んでいいレベルやったね。クリロナ税みたいな。意味わかんない。クリロナ。高齢者が、暴徒化するよな。暴徒化するな。何の税金よ、これ。わしら100円でパスだってカツカツもあるのに、言うて。ふざけんなよ、言うて。それが来て、公務員みたいなアカウントみたいなのが、クリロナのグッズを公式販売して、その売り上げがまた還元されるんやったらいいけどな。あ、そうやな、そうやな。だからなんか、その読んだクラブチームはクラブチームでオリジナル作ってもいいけど、もう一個別のオフィシャルジャパングッズみたいな意味わからんことだったけどさ。クリロナ税払った人はみんなクリロナの顔使って商売している。恩恵めちゃウケるな。めちゃでかいんやろな、クリロナ。一発でわかるんやろな、街中におったら。うわ、クリロナやってなるんやろ。うわ。うわ、鳩のおばさんや。やば。ホームアローン。ホームアローン、おじさんやったな。おじさん。最後あれのおかげやもん。そうやんな、うん、あれであれやから巻いてバラバラバラって旗が飛び立って、泥棒ってさ、もうオイルだらけでもうビチョビチョやったとこにおばちゃんが、ああそうや、餌つけてる。1週間分ぐらいの餌あげてる。ロハと絶対次の日全員お腹壊してるな。だオイルまみれの、うん、餌ついて。あのツリーってまだあるんやろうな。ああ、ありそうやな、うん、あのダンカンのおもちゃ屋さんの収縮経営してんだよ。そやな。まず自動レジやろ。自動レジ。アマゾンが入ってきて、ダンカンさんが一回頭抱えて。そやな。いや、多分その前にトイザースで一回頭抱えてるの。ほんま、フランチャイズチェーン店の神が、ダンカン、ダンカン。
何やねんこのおもちゃっつってさ、子供がさ、もう全然知らんおもちゃばっかりやってあれ。そうやな。どこのブランドみたいなさ。そうやな。日本のおもちゃってさ、うん、俺の中ではやけど、基本的にヒーローもんとか、うん、女の子やったらプリキュアとかさ、お邪魔女とレミとか、そんなんのおもちゃっていうのがおもちゃのくくりやった。あとゲーム。あーでも海外のなんかさ、映画のあの世界のおもちゃってさ、うん、なんか、よくできた汽車とかさ、あーそうやな、なんかそうやな、パチンコとかさ、そんなんじゃない？ちゃんとこう日常で使って頭使って遊べる。あ、そうそうそう、積み木みたいな、積み木のもっとこう上位互換じゃないけどさ、そんな感じするやん。遊び方ちゃんと決まってないもん。そう、あ、それすごい思ってんな。確かに、ね、なんかこれおもちゃで楽しいんかなって子供の時はちょっと思ったけど。そうやな、うん、でもなんか大人が買い与えたいおもちゃというか。そうやな、ダンカンさんもやっぱ多分そういうのちゃんと考えて発注してるんやな。あーだからか、うん、じゃあワンチャン生き残ってるかもしらんな。生き残ってるかもしれへんけど、やっぱ最初はあれやろ、子供ってやっぱそのヒーローものとか好きやから、そこに一回 やられたやろ。やられたシェアに取られたやろ。だからトヨタさん、トヨタさん出た時はやっぱりもしかしたらちょっとあれかもしれない。かなりヤバかったやろ。だってニューヨークのさ、あんなめちゃくちゃいいとこの立地で、いやそうやでな、構えてるぐらい大成功してるわけ。ほんまに、うん、一回どっか違うアリゾナ州とかで打つかもしれない。打つかもしれない。でもダンカンさん子供だからにしょうがないけど思ったのが、ケビンがなんかダンカンさんのためになんかして、うん、ダンカンさんが俺やるときにツリーの飾り1個だけあげて見返り少なって子供の時めっちゃ思った。ダンカンさんってそのあれやったっけ。荒れた店内の中におったっけ。そんなおっとおっとおっと、ダンカンさん朝8時50分で出勤した時びっくりしたやろな。やろんでそうやな、うわ、まあ、ダンカンさんもダンカンさんで売り上げな、うん、レジに入れっぱなしやからな。そうダンカンさんそういうところあるからな。レジ締めしてんからな。リンクに来てるんですけど、ライ君、友人と、もうベーグランドベーグル行きたすぎてちょっと、あここか、行きましょう。腹ごしらえしてから、コーヒーのコーヒー、買い物っすね。ベーグルベーグル大人気。なんで？これ昼飯食べる勢いで食べたろかな。おお。昨日。やばい、ブルーベリーの配分間違えた。全部こっちの西の方に寄せてしまった。西なんや。西に寄せてしまった。ワンちゃんと暮らしたいのは、やばい。メタセ。なぜここにメタセ。こんだけメタセコイア埋まってんの。あれメタセコイア。お腹痛いんで水飲んでます。ライクのトイレ待ちです。すごいキットカットのお店。ライク入ろうか。うわー、オーシャンビューですよ。オーシャンビュー、お前やな。はっきり言って茅ヶ崎よ、ね、海よ俺の海よ。あれトビちゃん、え違う、カモメカモメ、うん、すごいな、なんか雲が嘘みたい。カメラで見ると余計なんかすごい、なんかすごくない？お前嘘みたいな。ララポーでたっけ。ララポート、ララポートのフードコートで長崎ちゃんぽんの何だっけ、長崎皿うどん食べるな。あっだん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 だ、食べる食べる、めちゃめちゃたっぷりやな。うまやな。うわー、いただきます。痛いんや。めっちゃ美味しいわこれ。
実家の家の皿うどん、あの時野菜好きじゃなかったからあんま好きじゃなかった。めちゃめちゃうまかった。ごちそうさまでした。ビーフクリームって何？しかも毎日使える。あー、しかもトラがいいね。ほら、BB クリームって何を？今めっちゃ平井くんが BB クリームを探してる。あった、あ、違うんか。へぇ、これ